言聞いてみましょう。まあ、次も大吉いけるように頑張ります。はい、壊す前に、違う、壊される前に壊したいと思います。壊される前に壊したいと思います。お互い破壊すると言って音がないと。OK です。さあ、お互いに破壊するキャラ、この2人、先ほど当たってますね。そね、その時は勝者側で当たった時はチョコゼロ様が 3-0 で勝利しております。さあ、しかし分かりませんね。今日もモスナメルカリを乗っている。そうですね、前の梅村を彷彿とさせるこの乗り具合、ね、はい、そうです。あそこの優勝から今回もですね、優勝の手が届くところまで来ています。上ね、しっかりジャストシールドして掴みで反撃。あ、もうすっかりね、上位勢が板についてきたこのモスナメ、はい、おっと優勝を狙っていきたいが、さあ、そのためにはまず当然先ほどね、そうですね、悲しみの3連敗を喫してしまったこの相手に勝たなければなりません、はい、関東で勝利するためにはと言っても過言ではないですね、この辺りにはってこと、まあまあ、この辺りはそうだね。ここにエイトのレインシュー、シュージャックで追い出していて、ジャンプを呼んで空中しろ、そのがしっかり回避で避けている。そろそろ空中しろが怖いパーセントになってきた。おっ、上から空中飛びすぎですね。パーセントはイーブンだが、パーセントがイーブンだとするとルカリオが有利と言っても過言ではない。おお、消えるんですね。空中ニュートラル、ガードウィップの名に恥じない守りっぷり。あっ、おお、最大反撃だが、ちょっと勝負急いでしまったが、しかしあれでもね、激戦には至らないので、あーっと、あ、どうだ、怖いですね、どうぞ、もう怖いですね。ああっ、ショートジャンプだと当たってしまう、あの大きさ。あった、台が邪魔でした。怖いぞ。さあ、チョコゼロさんもね、近距離をうろついてプレッシャーをかけつつ、やっぱり動かすのが得意って言ってましたからね。先週のアンケートですね。空中しろ、この横尾、多分今日回避確認したが、ルカリオの復帰じゃなくて急降下が案外早い。おお、いい反撃でしたが、2発目が届かない。おこらー、あ、156% のルカリオ、ハクも強力、宇宙しろ、おっ、あっ、さあ、破壊しましたね、破壊しましたね、これは破壊しましたね。いや、破壊ですね、見事な破壊です、はい、さあ、もつなべルカリオ、ちょっと芸術点高いですよ、今のはフレーム単位の調整、破壊の空へと。さあ、早速ね、1本取り返しました。もう先ほどの3連敗のね、もう全く気づけないどころか、そこに嫌な感覚を植え付けるのに十分な一勝。今の負け方はかなり精神的に何かありますかね。追い出していって、おっ、やはりこの攻撃判定がやたらと広い。どう、匂わして一旦引いていくと、あーっと、電光石火の決め技、唯一食らいたくないやつでしたね。そうですね、あれは臭いですよ、天井なんで。空上ウェビはあんまり大丈夫だと思わせてのメテオ、どちらかというとショコさんこっちの方が得意ですか。そうですね、下火メテオ、その芸術的な決め方。あ、今のは怪しかった。しかしルカリオがまだ 42% しか受けてませんので、はい、1回撃墜してしまえばもうドルフォアは同じ。しかも 100% から 0% からでも油断して、あ、油断じゃない、逆転してる試合でも結構見ますからね。怖いぞ、
返し投げしっかり反応して前回あー危ない危ない、どっちが壊してるのかわからないぞ。そうですね、まあまあでもあれですね、壊される前に壊すと試合前にも言ってましたからね。チョコゼロさんは一方的に攻めを継続していって、うわ今の当て方ベヨネッタっぽい。そうです確かに。おーっとさあ強調しろ、負けてないですね。さあ5分ですね。ああーよく守るぞ撃墜。いやー普通でしたね。普通ですね。無敵時間をしっかり生かした愛媛を見逃したスマッシュ、まあ、このゲーム復活動態から降りて1回はただの読みでできますからね。そうですね無料ですね。無料ですよ基本無料。さあステージはまたも戦場、お互い戦場大好き大好きですね。1対1。さあ1本目はモスナベが破壊して2本目はチョコが破壊する。さあ3本目どちらが破壊するか、それとも破壊は起きないのか。いや僕らの喉が破壊されるかもしれない。そうですねあんまり長いとねうわーとかでなんてあ空前空前本当に叫ばれるようにできてますからねこのゲームは。叫んでくれと言わんばかりのシステムが目白押しです、はい、クエネやはりお互いにこのガードに対してクエネ非常に優秀。口硬直短いですからねどっちも、はい、これはダウンしてしまって結構ガイド、いい空間に振り方ですね今。ちょうど動きそうなところにベクトル反転でなんとか返ってくる。昔からの弱はしっかりディレイで、あっおっとこれはおおまだですね。ウェビーが弱体化したのでああいう倒し方がやっぱり求められるというところはありますね。さっき 100% 前後でルカリオンがウェビー食らった時もなんか明らかに吹っ飛ばないなと思いましたね。吹っ飛びがだいぶ弱くなってしまったんでちょっと工夫がいりますね。とはいえあの技が弱いかというと、はい、あったーっとさあ1ブレイク、はい、宇宙しろギリギリ死んでとお願いする。あったこれどうしました。まだじゃないかこれやっぱり。クイスマッシュはやはり昔からあんまりあれです、ね、飛びはしないです、はい、ただあの多段技で、まあ、当然持続も長いんで、はい、しかも上に広いですからね。対空としては使える。強いです、ね、あれで撃墜できるときは本当に強いです。ほらもうリーチじゃないのか。リーチですね。クーカリオがあ怖すぎる。さあ勉強これはギリギリ回避回避を見て空中へ。さあ一安心と言いたいところですがルカリオの体力が元に戻っただけ、まあ、ゼロサムとしてはやはり2本目の時のようにそうですね、下火キックで早期撃墜を狙いたいところです。カジャクで体育取っていってつかみからの追い出した。さあ回避してくれと、はい、言わんばかりです。でもさすがにしないですね。ルカリオ側としてはもうほんとじゃあそうあったーってしまった。ちょっと見たかった今の。緊張しましたね。さあ3本目チョコが取って勝負は4本目。ここでチョコが勝てば決勝戦へ。決勝戦モツナベが勝てば5本目。さあ4戦目ステージはどこを選ぶか。やはり戦場。戦場大好き。あまり話し合ってる風もないですね。空中グラップから逆で暴れていく。クエネ空中前、空中高いところで確認してしっかり空中前に切り替える。あここだけ見るとやっぱり硬派なもんですからね。そうですね、ここはもう普通の殴り合いですね。テーパーセント、さっきも言いましたがテーパーセント時のルカリオ対なんかっていうのは結構準備運動みたいなもんで。そうですね。ただまあでもこの序盤戦を相手側が勝つのはまあ普通なんですけども、はい、ルカリオ側がリードを奪ってると本当にルカリオが有利なんで、それは勝ちを確信する感じの。さあ厳しいぞ。やはりそういう意味で見るとルカリオには数字以上の強さがあると言えますね、はい、通常するって言ってくれる。ランク的にも基本的には高いところにはいないんですが、はい、荒らせる能力の高さと高いです、ね、相手の精神に対してかける負担が
全員キャラでもトップと言ってもいいレベルででかい。数字では表せない強さ。そうです、数字では表せない。さあ空中しろへ相当出していった。ここの復旧数字どうするか。あーっと決まりました。空中しろ、先ほどからこの空中しろに空中しろを合わせるのが非常にうまいですね。そうですね、ちゃんと安定行動っぽい技に対してさあ取り返しました。そこささっきからなんか復活動態から降りてきてあっさりと倒してしまう。そうですね、そういう展開が多いですね。ズルズルいかないっていうのが大事ですよね。ゆかりを選択。あ、これはまだしていなかった。魚雷逆に暴れていて、あ、空車着地攻略短い。X の頃からそうですがね、はい、X はもっと強かったんですけどね、クルシャ。おっと、川石の読みはしっかり制している。ラクレ、反転弱でしっかり出ないから、パーセントパスパス。おっと、新しいタク。いやあれパーセント引ける逆に危なかったですよ、ダウンレス。あー、ありえますね。これはおお、とりあえずダメージ。あー普通に当たったー、やってしまった。勝ったのはチョコ。最後ちょっと残念な感じでしたね。普通に当たって普通にやられましたね。そうですね。さあ決勝のメンバーが整いました、まあ、勝者側で待ち構えるは常連シューシーク。さあシュー対チョコ、ここ数ヶ月でお前ら何回戦ってんだっていうぐらい当たってますね。我々選手も見てるんでね、2ヶ月くらい前にも見てますよ。そういえば東海に予選ではチョコが勝ち、東海に本戦ではシュウが勝ち。じゃあ1勝1敗ということでここで決めちゃいましょうか。さあここで勝ったのが本当の勝者なのかどうなのか。3万5000か1万5000かですね。